しくお願いしますね。はい、今日は私も元気ですよ。スタジオ連が楽しみで早く来ちゃいました。やる気満々に見えます？そうなんです。実はこの間アフターグローのみんなで集まった時、私たちが初めて録音した CD を聞いたんですよ。今でもライブでやってるあの曲です。そうそう、その曲、昔から演奏してる曲なんです。改めて昔の演奏を聞いてびっくりしちゃいました。私たち思ってた以上にできてなかったんですよね。みんなもこれが自分たちの演奏みたいな反応してたし、今思い出すだけでもやっぱりちょっと恥ずかしい。その時の CD を聞いてみたい？ダメダメ、とてもじゃないけど聞かせられないです。恥ずかしすぎて顔から火が出ちゃう。でもあの曲を聞いてよかったなって思ってます。ほら、原点に帰るのは大事って言いますし、バンドを組んだ時のこととかいろいろ思い出してやる気がみなぎってるんですよ。あの時は右も左もわからない状態で手探りでやっていました。今までまともに楽器を触ったことがない人もいましたし、学校が終わるとみんなで集まっていつもバンドの練習をしてたな。私たち青春してますね。でもあの時の気持ちに負けないようにもっともっと頑張らなきゃ。よし、それじゃあいつものいきますよ。やりましょう。